こんにちは、ボタンと申します。今回は、織田信長伝のプレステバージョンの続きをやっていきたいと思います。今回は正秀監視から再開したいと思います。よろしくお願いします。朝日で監視。ここは本当です。朝日の王さんは月よりやゆりやきを身の国の守護の座につけた後、戦後この間、どうしたの？一人目は吉田の母、二人目が大野。あ、そうなの。どう？なんだ？ここか。お願いします。月よりやきの場目であった母。そうですね。もう、どれでおさまる？取ってくれる？陰謀臭いですけど。わかんない。悪くない。内容かわいそう。ベラッと当てた。Wi-Fi をさ、使えればいいのにね。ダメでしょ、病院だから。あそこは病院じゃないじゃん。ずっとずっと買ってて、もう潰すために。
される。から会見、聖徳寺で会おう。 S さんの子も赤いわかりもやり500、鉄砲500。嫌になるから。朝は早くのは苦手なの？素人の。食べたくないの？なんかいっぱいです。本年度の柱の息子は、この婿殿の代わりに、もうつなぐ。表情の間に来ました。一つの事件が、吉宗、吉宗が登ってもいい。平気を進め。マイク入れてるよ。成政も、明日成政が長間になりました。力を貸せ。俺が上がれたら通るべきことも多いですけど、それともいつ断絶する被害の危険となりましょう。妖怪に敵を解き出すのも一つの国や国境は境外から攻撃できるとは思います。いつかなりますが、終わりました。装備できちゃうんだ。やりの方がいいかな。
やりました方がいいのどっちがいいの？城攻めをするんですよね。もうやりが使えるのかな。
これを、信長はいいや、馬さんもいいや。またすぐに入れてしまう。別なとこでね、佐久間さんを今回は
みんな。が まずは成政は、もっとちょっと槍兵でやってみたいみたいな。槍兵が、舞台、に、一舞台。あ、薩摩さん、固まんなってる。あれ？なんで、あ、え、まだ装備できない。薩摩さん、あ、そう。失敗しました。何番部かにしたんですけど、まだ装備できないんだよ。ない。海津野崎を画策した父手話義宗の
小林香奈さん、それ結構ね、そういう経緯があったんですね。主人にあたる吉宗殿、正面地区に家は二番地区で乗りました。まずに岩さんで、何かな、よくわかんないですよ。
まあ、この、まあ、うん、うん、第三の大丈夫だ、取られる、取られる、まずくない？あれ？いました。
23しかない。
て、一人出てきた。もしかしてね、これいいや。Yeah.
これで全部のアイテムを取れました。で、ポイントで、ヒエで、姉ちゃんが、
一言で。まで留める。バレるようになりました。
大丈夫。頭に画面を刺して、薬を使うことがない。何かを関わってきて、誰かが欲しいよ。欲しい。誰ですか？いいと思います。あ、押したか。押すんかい。クリア報酬の金600も手に入れました。1555年4月、信長は吉野信光と共に決勝場ダッシュ。城を名古屋城から落とした22歳のことである。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
よろしければチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。